どうもチャックバスです。今私は、チャンギ国際空港に来ております。でここからねまたダイヤモンド修行で、北京の方に、シンガポール航空のビジネスクラスで向かいます。ちょっとねカメラの、レンズがですね傷ついてしまって、ちょっと予備あったんですけど予備も傷ついてしまってちょっと見づらくなってるかもしれないんですけどもお付き合いください。今ねチャンギ国際空港に、前回の動画の続きを見ていただければ分かると思うんですけどもダイヤモンド修行できております。でここでねトランジットは約1日ぐらいありまして、明日の朝ね今朝の6時ぐらいなんですけども明日の朝の便で、北京に向かいます。で今回もね、このチャンギ国際空港でトランジット約1日ね過ごして搭乗となります。でねしばらくの間は、ラウンジの方にいてで搭乗っていう形になります。ひとまずねラウンジの方に行きたいと思います。ラウンジはね別の動画で出しておりますのでそちらご覧いただけたらなと思います。それでは行きます。それではねラウンジを出て今から搭乗ゲートに向かいます。チャンギ国際空港、24時間滞在してちょうど丸1日経ったところです。おそらくね顔にある程度疲れが出てるかと思いますがご了承ください。いやでも本当にこのチャンギ国際空港は本当にラウンジが本当に充実してるんであっという間でしたね本当に。それではゲートの方に行きたいと思います。それではね、搭乗ゲートの方に着きました。こちらもやはり、搭乗ゲートの前にもう一回ね、手荷物検査がありますので、利用する際はね、早めに、来ることをお勧めします。まあ、そんな並んでなかったですけどね、時間帯によっては混雑するかもしれません。今ゲートの前にいて、あちらですね、B の4番から、今回ね、北京までシンガポール航空のビジネスクラスで向かいます。まだね時間あと10分ぐらいかなあると思いますんでもうしばらくこの辺で待ちたいと思います。本日乗る飛行機はあちらですって言いたいところなんですけども、ここから、ね、搭乗する飛行機は見えなくて隣のレーンの隣のゲートのね飛行機が見えております。それではこの辺でもうちょっと待ちたいと思います。それではね、搭乗が始まりましたので、搭乗していきたいと思います。380のダッシュ800の、この広さやばくないですか。広すぎますね。
でね、登場してすぐに、ウェルカムドリンクはいただけました。トマトジュースをいただいてます。いや、足元の広さはね、これすごいんですよ。足届かないですね、向こう側に。で、この台がね、離陸を多分降りて足伸ばせるみたいな感じになると思います。まあ、シート自体もね、リクライニングすると思います。で、ここにまあ雑誌類があって、クッションとシンガポール航空のアメニティ、こういう風にもらえます。失礼しました。あとヘッドホンですね。いや、この広さすごいですよね。私2人分ぐらいいけるんじゃないかっていうぐらい広いですね。夫婦だったらこのスペース無理ですかね、2人分。なんかいけちゃいそうな気もするぐらい広いですね。約6時間ぐらいのフライト、だと思います。楽しんでいきたいと思います。いや、これはすごいですね。で、外はこんな感じで、シンガポールは今朝の、8時くらいです。窓がね、ちょっと斜め上みたいな感じでついてるんですね。せっかくなんでトマトジュースいただきたいと思います。シャンパンとか飲めたらかっこいいんですけどね。あんまりお酒が強くないのと、これから飛行機っていうことなんで、酔っちゃうとあれだなと、いつもトマトジュースにしてます。たまにおすすめされるとビールとか飲むんですけどね、基本的にはトマトジュースを飲んでいます。美味しいですね。ここにね、大きいモニターがあって、ここにね、こんな感じで置くところがあって、上には鏡があります。で、反対側が USB ポート2つと AC まで、 LAN ケーブルまである。これは何のか分かんないですね。あと、ここはメガネケースでしょうか。小物入り、ここは開かないですね。こんな感じでしょうか。でね、ここにライトがあって、で、ここにイヤホンのジャックがありますね。ちょっと先ほども説明したかもしれないですね。ここにリクライニングのボタンがあります。非常に分かりやすくていいですね。それではね、飛行機が動き始めました。おそらくですが、30分ぐらいディレイしてると思いますね。それでは間もなく離陸となります。
それでは無事に離陸することができました。約6時間ぐらいのフライトとなります。それではね、シートを倒してみました。こちらは、フルフラットではなく、リクライニングを倒しただけという感じになります。フルフラットはね、また別の方法でというか、シートね、本当に反対からひっくり返すって言ったらおかしいんですけど、反対から、倒す感じなんで、ひとまずこちら今リクライニング状態です。台をね、広げるとこんな感じで足が乗せることができます。で、こういう感じでフットレストもね、こんな感じで上がるようになってて、一番上まで行くと、これが限界ですね。こんな感じとなります。どうですか、普通に足伸ばして届くか届かないか微妙なところですからね。すごい広いことが分かっていただけましたでしょうか。で、頭の方はね、こんな感じでこのぐらいの角度となっております。まあ、これが普通のリクライニングで、倒せる限界っていう感じですね。先ほども言いました通り、フルフラットにするには反対側からこっち側からね、バンって倒す感じで、フルフラットにする感じになると思います。いや、むちゃくちゃ広いっていうか、すごい快適です。今ね、こちらやってみたんですけども、非常に簡単に接続することができますね。Wi-Fi の画面からこのクリスワールドっていうのを選択して、あとは、名前とシートと入れるだけで Wi-Fi に引き下がります。で、こちらは無料の Wi-Fi ですので、ちょっとね、どれぐらい使えるとか書いてないと思うんですよね。いつまでみたいなのが書いてないので、ちょっとね、もし分かったら字幕で載せておきます。もちろんね、それ以上は購入みたいな感じになると思います。全部が全部ずっと無料じゃないと思いますんでね。でもね、すごい簡単に登録できて、こんな感じでツイッターなんかもね、開くことができます。今ね、モニターを見てるんですけども、日本の映画はこういう感じであるんですね。こういう感じでなんですけども、日本語表記は残念ながら対応してないみたいですね。日本語とフランス語だけだったかな。そんな感じとなっております。でね、このリモコンがですね、ここだったんですよ。私気づく、分かんなくて CA の方に聞いたら、ここですよ。まさかここが開くとは思いませんでした。ここはリモコンの入る場所ですね。離陸して、20分ですかね、機内サービスが始まりました。朝食です。フルーツとトマトジュースをいただいてます。ではいただきます。で、今ね、クロワッサンがもらいました。このシンガポール航空のクロワッサンが美味しくて、あ、センキュー。クロワッサンが美味しくてね、前回おかわりまでしたクロワッサンです。スイカはね、美味しい、すごい甘いですね、オレンジ。どれもすごい甘いです、いちご。機内食のフルーツってあんまり甘くないイメージなんですけど、すごい甘いです。ストロベリージャムですかね。ストロベリージャムです。
転がしてあんなんだよ、まあ、つけないですよね。つける人いるのか。これ熱々で本当に美味しいです。ぜひ皆さん乗られた際はクロワッサン食べてみてください。あとねヨーグルトをいただきました。おそらくですがこれで終わりだと思います。美味しいですね。まあ、パンをね、まあ、パンがメインみたいな感じですかね。頼めば何個でもパンはいただけます。正直むちゃくちゃお腹空いてたってわけじゃないんで、私にとってはちょうどいい。これむちゃくちゃ美味しいですね。クリーミーヨーグルト、リンゴのヨーグルトなんですね。うん、すごい美味しい。次の料理が来ました。こんな感じとなっています。麺類と思います。いただきます。中はこういう、なんですか、ビーフみたいな。甘辛いスープですね。美味しい。すだちと、なんですか、肉味噌みたいな。一緒に来ました。何とも言えない日本にはない味です。甘辛いスープに、これは豆かな、豆を潰したものが上に乗ってて、油揚げとか乗ってます。具はどっちかというとラクサに似てるのかな。あ、でもこの豆の砕いたやつはラクサには入ってないんですか。でも程よい辛さ、美味しい。癖になりそうな味です。何なんですかね、2本目かな、2本目乗った時のシンガポール航空のビジネスクラスで同じような朝食が出た時にこれ出てこなかったんですよ。フルーツとヨーグルトしか確か出てこなかった記憶があったんで、あとパンですね。なんで私はもうてっきりあれで軽めの朝食メニューみたいな感じなのかなと思ってたんですけど、そしたら今回これが出てきたの。その前の瓶もあれだったの。それはなんかアメリカンブレックファーストみたいな感じだったんですけど、今回のはなんていうの、ミーサとかいう、これ食べ物みたいなんですけど、ミーサなんとかっていう感じで説明が下手だ、本当にすいません。だからこれがついてきたのかもしれないですね。まあミーサ、これがミーサですからね。
もしかしたらアメリカンブレックファーストを頼むとあれだけなのかもしれないですね。知ってる人がいたらぜひ教えてください。あっという間に食べ終わりました。すだち振るの忘れてました。ちょっとスープにちょっと入れて。あ、すごいですね。すごいテイスト変わりますね、これ。もっと早く入れればよかった。ガラリと変わるんで、まあ、途中で入れた方が絶対良かったパターンです。ごちそうさまでした。すだち頼んだ方中盤ぐらい入れた方がいいですよ。あ、それでこれで多分ね終わりだと思いますんで、改めてねクールフラットにして休みたいと思います。はい、最後にデザートが来ました。なかなか終わんなかったですね。スプーンがすごいでかい。先ほどのミーサっていう料理はシンガポールの料理みたいですね。知恵の方に聞いてみました。このアイスはね、チョコレートとバニラアイスと間にチョコレート薄いチョコレートの板チョコみたいなのが入ってて、日本でもありますね、パリパリいう感じ、美味しいんですよ。前々回だったかな、前回の前々回の寄せの時に出していただいて、とっても美味しかったです。ちょっとお腹は結構膨れてるんですけど、いかがですかって言われてると、じゃあって感じになります。それではごちそうさまです。いや、とっても美味しかったですね。じゃあ次こそフルフラットにして休みたいと思います。それではお手洗いに来ております。これはビジネスクラスだからなのかどうなのかわかんないですね。エアバス 777-300ER の時はねこういう設備なかったんですよね。あ、これはあったかな。これはタオルですから、これはありましたね。こういうね拡大鏡とか、ヒゲ剃りとか歯ブラシとか節とかね、こういうものは一切なかったんですよね。もしかしたらこの機材だけかもしれないですね。あとマウスウォッシュとかあります。でトイレ自体もね結構広めなんですよね。普通にこうお手洗うんですけど、横にこの感じで結構広々とスペースがあります。これは広い方ですよね。まあ、こんな感じとなります。それではフルフラット状態にしました。こんな感じです。で足元はこんな感じです。めちゃくちゃ広いですね。今頭をですね頂上までやってなくても足つくかつかないかぐらいなので、すごい広いですよね。今後ろにクッションがあるんでね、ではちょっぴり休みたいと思います。
無事、北京国際空港に到着いたしました。Welcome to Beijing, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign is off. Please take care when opening the overhead compartments and remember to take all your belongings with you. It's been our pleasure serving on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance.それでは無事着陸して今ドアが開くので待っているところです。とうとうねこの Airbus380 のすごい広いシートとお別れです。いやそれにしても本当に広かったですね。一切疲れてないですね。それでは無事、北京国際空港に到着いたしました。ここから私は今こちらがダイヤモンド修行で、ここからね、ANA の特典航空券で、乗り継いで日本の方に帰ります。まあ、そちらもね楽しみにしていただけたらなと思います。あとね、ダイヤモンド修行もまだ続きますんで、で今回は、マレーシア、シンガポール航空のビジネスクラスね、エアバス380、とっても広かったですね。本当に良かったです。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。役に立った方はいいね、チャンネル登録お願いいたします。私ツイッターブログやっておりますんで、もしよかったらねそちらもチェックとフォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。